わお、ミッドガル7番街スラムで買った200ギルのポーション、筋肉痛に効くらしいです。先日のトレーニングで筋肉痛なので、早速ポーション初挑戦したいと思います。イエス、いきます。ふぅー、あ、気持ちいい、バリバリ気持ちいい。わお、筋肉痛治りました。ミッドガルのポーション、ディモールドグラッツェ、イエス。あらきた画面。 Hey guys, we have a gift for you. どうもー、 PJ あらきた仮面パイセンです。イエス、今日も素晴らしい天気、気持ちいい。天気は気持ちいいですが、外には出れない、不要不急の外出自粛です。イエス、フォックスさんもね、不要不急の外出自粛してますね。フォックスさん見てますか？ PG 荒木坂面、フォックスさんの動画最近ハマってます。よろしくマンドリル。で、本日のタイトル、ね、本日のタイトルはロードバイクスに高級機材を装備しても速くなることはない。PJ 荒北仮面の持論を展開していくんで、よろしくマンドリルです。イエス、教えて荒北仮面先生。それではまず一つ目ね、高級機材を買ってもなぜ速くならないのか、まずは一つ目のクエスチョンです。その一つ目の理由、その一つ目の理由は、間違ったカスタム、高級機材で間違ったカスタムをしてしまうと逆に遅くなる。イエス、そうなんです。間違ったカスタムね、いくら高級機材といっても間違ったカスタムをすることによって、速く走ることはできないんです。まあ、極端な話で言うと、スプリンター、スプリントをしたい人が、スプリントをしたい人がライトウェイト、あのヒルクライム専用の超絶軽いあのホイール、ライトウェイトを装備したとしましょう。ロードバイクスに、スプリントが速くなるとは限りません。それはなぜか、ね、リム部分がね、めちゃくちゃ軽くなります。ジャイロ効果、ね、ジャイロ効果って分かりますかね。この物が回転することによってこの車体が安定する、その直進安定性を利用してこの推進力に変えてね、推進力に変えて、爆進するんですが、ライトウェイトのように、リムが軽いホイールで踏んでもそのジャイロ効果が発生しません。発生はしてますが、そのカーボンディープリムホイールのようなジャイロ効果が発生しない。ということは速度維持が難しくなってくるんです。ジャイロ効果が発生してないということは、もう脚力のみで回さなくてはいけなくなる。そうなってしまうと、スプリンターの人たちいくら脚力があってもこのジャイロ効果がないライトウェイトというね、思いっきり超絶軽いホイールでスプリントしても、下手したら PG 荒北仮面にレーサーが負ける可能性だってあるということなんです。イエス、逆にフルクラムレーシングスピードね、フルクラムレーシングスピードをクライマーの人ね、クライマーの人が装備したからといってヒルクライムが速くなるとは限りませんね。カーボンディープリムホイール、めちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいですけど、今度はやっぱりこのディープリムであるがゆえの重さね、いくらカーボンで軽いといってもディープリムになることによって、ホイール自体が重くなります。重くなるということは、まあ、激坂になればなるほど、ホイールを回すのに力が必要になってくるということです。ヒルクライムで速く走るためには、いかに抵抗を少なくするか、いかに、車重体重を軽くするか、そういったことがね、大事になってくるのに、ね、ヒルクライムをする人がカーボンディープリムを履くことによって、ね、他の選手たちと重さの差が生まれてしまい、速く走ることができなくなってしまうんです、ね、これカスタムのミス、パーツのチョイス、高級機材のチョイスをミスることによって速く走ることができないという、いい例ですね。イエス、そして、もう一つのカスタム、これ分かりやすいカスタムいきましょう。デュラエースとか
アルテグラとか、ね、高級機材あります。 DI2 いろいろありますね。その中でもやっぱりデュラエースのクランクとかね、クランクとかだけ交換する方いらっしゃいますね。クランクだけデュラエースにしたい、ね、かっこいい、このデュラエースのここにね、ここにデュラエースって書かれてるのがめちゃくちゃかっこいい、憧れる、そこにしびれる、憧れるっていう方結構いると思います。でその、ね、デュラエースのクランクを買うときにね、あの早く走るためにはでっかいクランク、ね、クランクがでっかい方が早く走れるってみんな上級者の方言いますよね。それを鵜呑みにして 55T、54T とかね、そういったでかいクランクを買うことによって貧脚のあなたは早く走ることができませんね。そうなんです、いくらデュラエースのクランクを装備したところで、ね、脚力がない人が 54T、55T、56T のクランクで回せるはずがないんです。筋力が伴っていません。筋力が伴っていない人がトップギアに入ることは決してありません。貧脚の方がデュラエースの 55T のクランクセットを買った時、ね、そういった人がロードバイクスに乗ります。うわ行くぜ、とうとうデュラエースデビューだ、デュラエースデビューなんか重いけど大丈夫かな、もう乗った瞬間に不安が爆発です。不安が爆発、そしてそれが数分後現実のものとなります。よしよし、これ速度がちょっと乗ってきたからトップギアに入れるぞ、カチャチャカチャチャ、うう重い重い、 55T の 11T重すぎて回せない。最高速度25キロしか出ない。わお、デュラエースで速くなるんじゃないの、速くなるって言ったからデュラエース20万円も出して買ったのに、うぅ、デュラエースつらいだけ、デュラエース、デュラエース、ズラエース、 55T 重いだけで25キロしか出ない。続いて分かりやすいミステークカスタム、次はエアロロードバイクス、ね、エアロロードバイクス、エアロロードバイクス、風を切り裂きめちゃくちゃ巡航速度上がりますって聞きますよね。確かにね、確かにエアロロードバイクスは空気抵抗を限りなく減らして巡航速度を上げる乗り物です。だがしかし横風にとっても弱い乗り物です。ディープリムホイール、カーボンディープリムホイールとエアロフレーム、この2つを組み合わせて走った場合、横風にとっても弱い乗り物になりますということは分かりますよね。横風に耐えるためにそのことだけを集中してしまうね。まあ、風が強い日、まあ、ロードバイクスね、2両目でもやっぱり横風きついですよね。なのでそのカーボンディープリム、そしてエアロフレーム、この組み合わせのロードバイクスで風の強い日に走ることによって黒森ロードよりも遅くなってしまう、そういった場面も見えてきます。なので、まあ、走るステージ、走る環境によって、まあ、ロードバイクを、ね、2台3台持ってる人は、ね、ロードバイクスのチョイスを間違えないことです。必ずしもカーボンエアロフレーム、そしてカーボンディープリムホイールの組み合わせが必ずしも速いというわけではないということです。イエス、2つ目の理由、イエス。続いて2つ目の理由です。それは高級機材は効率よく速く走るための機材であり、速く走るための機材ではない。イエス、わかりますか、この意味わかりますかね。そうなんです、高級機材は、まあ、ハブの性能だったり空気抵抗、ね、そういった、メカニズム、いろんなメカニズムや、テクノロジーを駆使して速く走るために開発された道具であります。まあね、最高速を出すための部品ではないということです。乗り手の実力が上がっていないので機材に乗せられている状態なので、長期的に見たとき、長時間の走りで見たときに、たった数秒、ね、まあ、長距離、まあ、10キロ20キロ走ったときに、同じ、違う機材、
エントリーモデルの機材と高級機材で比べたとき、同じ環境で走ったとき比べたとき、対して違いはありません。Yes。Yes。ビギナーは機材のスペックに乗せられているだけ。Yes。意味わかりますかね？機材のスペックに乗せられているだけ。ね。そう、機材の性能に乗せられているだけなんです。ね。機材の性能に乗せられているだけということは、機材のポテンシャルを発揮することができません。ね、せっかくデュラエース、スーパーレコード、そういった各メーカーのハイグレードコンポーネントを装備していても、機材のスペックに乗せられているだけで、機材のポテンシャルを引き出しているとは限りません。ということは、速く走れているわけではありません。ね、速く走るために乗せられているだけです。Yes。賓客がエントリーロードバイクスに乗っても、ハイエンド高級機材ロードバイクスに乗っても、速さはほぼ同じ。Yes。そうなんですね。もう脚力がほとんどない、ね、脚力がほとんどない、トレーニングを全くしていないビギナーの方が、高級ロードバイクス、ね、高級エアロカーボンロードバイク、そして高級カーボン、ディープリムホイールを装備して走ったところで、ね、脚力が足りていません。で、巨大チェーンリング、さっきも説明しましたね、巨大チェーンリング 55T54T、後ろが 11-21T みたいなね、超男ギアのロードバイクスに乗ります、ね、それ高級カーボンロードバイクスです。はたまた、ね、はたまた、エントリーロードバイクス、ビアニノーネ7、ビアンキー、ビアニノーネ7、空に乗っているとしましょう、ね、空だったら 52T、ね、フロント 52T、 後ろが12の 28T かなんかですね。エントリーモデルと高級エアロカーボンロードバイクス乗り比べしたときに、ひょっとしたらニローネの方が速いかもしれません。それはなぜでしょう。ニローネは乙女ギア、そして高級ロードバイクスは男ギア、踏めないです。初心者の方には硬いフレームで重いギア踏めないです。逆に遅くなってしまう可能性がありますね。乙女ギアでハイケーデンスで乗る乗り物、ニローネエントリーモデル、そして男ギアで硬いフレームで、思いっきり踏まないと回らない乗り物、ね、こんな乗り物に賓客の方が乗った場合どうなりますか。どうなりますかね。ニローネの方がカーボン高級ロードバイクスよりも速く走れる可能性があるということなんです。イエス。はい、そんなわけで皆さん、もしこれから趣味でロードバイクスを始めようと考えている皆さん、その時にまず気をつけること、ね、僕お金持ってるから何でも買えます。で、早く走りたいから高級カーボンフレームのエアロロードバイクス買います。そしてもう、ね、純正のホイールいきなり売っ払っちゃってカーボンディープリムホイール買っちゃいますっていう方結構いらっしゃると思います。でも間違ったカスタムをすることによってあなたの走り、遅くなる可能性があります。その純正パーツだったりエントリーモデルのロードバイクスより遅くなる可能性がありますね。間違った、カスタム、ね、カスタムのその組み合わせ、ね、ホイールの組み合わせだったりチェーンリングの組み合わせ、いろんなカスタムを、自分でやってミスることによって逆に遅くなることがあります。エントリーロードバイクスよりも遅くなることがあるので、カスタム、ね、お金をかける、ね、高級機材カスタムはお金がかかります。なので注意マンドリルです。走り、自分の走り、ヒルクライムがしたいのか、レースがしたいのか、そしてポタリングがしたいのか、そういった用途に合わせてカスタムをすることによって最高の1台が生まれるというわけです。なので高級機材を装備したからといって絶対にオールラウンドの走りができたり、どんなステージでも速く走れるロードバイクスになるわけではありません。あなたのカスタムセンスが間違ったものであれば、ね、速く走ることができなくてつまんなくなってしまって、このロードバイクスという趣味やめてしまうかもしれません、ね、まずは
勉強ですね。いろんなことを勉強して、ね、カスタムする際は、自分に合ったホイールが何なのか、どういうものが自分に合ってる、自分の走りのスタイルに合っているホイールが何なのか、そして、まあ、ギア比ですね、自分に合ったギア比、そういったことを勉強しながら、カスタムしていくと、高級機材を装備しても遅くなることはないと思うので、まずは勉強よろしく。マンドリルです。 Yes、 安易に高級機材買わないでください。 Yes、 今日の動画楽しんでもらえましたか？もし楽しんでもらえたなら、高評価チャンネル登録よろしく。マンドリルです。それじゃあ貧脚庶民サイクリストの皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。アリーベデルチ、さよならだ。PJ 荒北仮面はクールにサルゼー。